ありがとう、はい、良い旅を楽しんでください、はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。イエイ。身長何もあんの？83です。羨ましいな。もうモデルやな。いやいやいや、ごめんなさい。ぐるっと回ってくれる？ぐるっと、うん、服装ぐるっと、うん、おしゃれやな。OK。 ごめんなさい、これなんていう、どこのメーカーのなんていうバイクかな。これはホンダの CB1300 スーパーボルドールです。え、何年モデル？2011年。11年、はい、マフラーどこ入ってんの？テックサーフ。テックサーフやな、はい、貸し上げ感やな。オッケー、はい、メーター起動してもらえる？はい。ちなみに距離は8万走ってます。おー、その割には綺麗な。どのルートで帰るの？名阪国道ですかね。楽しむんやったらね、はい、これを、半和道高架下あるやんか、あれを右に行った、はい、南半などってあるのさ。南半など、うん、それを速度ずっと行ったら、うん、日本で一番古い竹の内街道抜けていくから。お、うん、ほんで二条山越えて奈良に入るわ。あ、竹の内いう交差点を右に行ったらバイパスが見えてくるから、バイパス行ったら、はい、柏原神宮のとこまでずっと行けるわ。それ抜けたら天理まで行けるし、はいはいはい、それか針までずっと下道で行くことができる。あ、そうです、針経由で帰るつもりなんで、うん、そうです、はい、もう楽しむんやったら下道で行った方が面白いです。はい、まあ、気をつけて行きや、はい、またお会いしましょう。ですです。今回ってるんですか？そうですよ。ごめん、ほんならテックサーフサウンド聞かせてもらえる？あ、はい、ちょっとうるさいですけど。いいっすよ。